next contest. Title action, triple threat, IWGP Junior Heavyweight Title. 日本、アメリカ、メキシコ、各国ジュニアのトップ選手が団体のプライドをかけたフリーウェイです。新日本 ROH CMLL、 まず入場するのは CMLL メキシコ代表のドラゴンリー。新日本のリングに参戦してから早3年、パワーとスピード感あふれるファイトスタイルでファンを魅了してきました。現 CMLL 世界スーパーライト級チャンピオンでもあります。今年は2つの目標を掲げました。一つはベストオブザスーパージュニアでの優勝、そしてもう一つがこの IWGP ジュニアのベルト戴冠です。さあ、文字通りのスーパーカードとなりました。続いて登場するのはバンディード。この男の参戦によって全く予想のつかない試合になりました。メキシコ育ち、変幻自在のハイフライヤーバンディード。数多くの団体が獲得を狙っていた中で、去年正式にアメリカ ROH の所属となりましたバンディード。 ROH の看板を引き下げて団体を背負ってこのタイトルマッチに臨みます。メキシコルチャリブレにルーツを持ちながらも、日本アメリカ様々なスタイルに対応し独自の進化を遂げてきました。まだ新日本では未知数の部分が多いこの男、今日は石森泰治、ドラゴンリー、世界屈指のメンバーの中でこの男の実力はいかほどなのか。舞台はマディソンスクエアガーデン、最高の舞台で ROH のマスクマンバンディード、その実力を解放する。正直この試合は外れないと思うね。大会前、チャンピオンの石森泰治は言いました。その石森の発言通り、ファンの前評判、期待感は計り知れないほどのものになりました。しかし今日はタイトルマッチ、試合内容だけではなく結果が求められます。新日本 ROH CMLL 団体が威信をかけた IWGP ジュニア選手権、新日本、いや日本のジュニア代表として第83代 IWGP ジュニア王者石森泰治がマディソンスクエアガーデンのリングに向かいます。勝てば文句なし、ジュニア最強の称号を得ます。負ければベルトはもちろん、団体としての敗北を認めることになります。さあ、世界が注目する、そこに集った石森泰治、ドラゴンリー、バンディード。平成が終わりに近づく中、石森泰治は言いました。マディソンで勝った人間が新たなジュニアの象徴だ。チャンピオン石森泰治選手よりチャンピオンベルトの変化。さあ、現チャンピオン石森泰治、3度目の防衛戦に臨みます。いずれかの1選手が勝利した時点で試合は決着となります。今日はスリーウェイマッチ、3人が同時に試合を行い、いずれか1人の選手が勝利した時点で決着、ベルトが移動します。さあ、今注目の一戦、スーパーカードがスタートしました。チャンピオンがいきなり場外です。まずはバンディードとドラゴンリーで試合が始まっています。おー、手柄が効かない、2人ともメキシコのそのルチャのルーツを持っている2人、足をすくったんですが、そのままさあ、早速バンディードが見せてくれ、ギラひねりを入れてのノータッチの飛び込ん、ムーンサルトアタックですね。はい、ウエロでバンディードって言えばいいんですかね。そして石森泰治が逆転でキャッチして、ここから首に行きます。ネックツイスト。さあ、柴田さん、この石森、バンディード、ドラゴンリー、いずれ3人全員がメキシコにルーツを持っている選手ですよね。はい、そうですね、はい、もう本当に自由な戦いがね、文字通り見られると思いますね。はい、しかもこの2人は1年前ね、違うリングで、石森選手はフリー、そしてバンディード選手は違う団体に所属で戦ってたんですからね。さあ、ここ場外に行った、断崖式のティフェラ、どこから来たんですか今。石森の三角飛びのラッケーブラーだ。いやいやいや、いいでしょう、タバリの。いや、金沢さん、これもどこ見ていいのか分かりませんね。いやいや、目が追いつけませんね。はい、
そうそう、先ほどミラノさんが言ったようにね、石森選手がね、ノアを退団して、はい、アメリカに渡って最初にフリーとして戦った相手がバンディだったんですよね、それが1年後 MSG ですよ、PWG のリングでしたね、レスリングゲリラ、まあ、ですから石森はそのあたりバンディードに対しては全く知らない相手ではないという話をしていたんですが、うん、一方のこの石森とドラゴンリーは本当にこれ初めての対戦ということで、そうですね、全く肌を合わせたことないんですよね、ただドラゴンリー選手の新日本で戦うデータっていうのはあるでしょうから、はい、さあここもロープをうまく使っていく、バンディード追いかけて股の下から抜けていくのが石森泰治、そしてスワンダイブ、膝を叩き込んでいきましたか、はい、まずは石森がここでドラゴンリーが入ってきました、まあ、ミラノさんこれ3ウェイですから、はい、チャンピオンがいないところで決着する可能性もあるわけですよね、そうですよね、はい、ですから戦況を見なきゃいけないですし、本当タイミングっていうのが重要になってきますね、ドラゴンリー、ロープを使っての顔面、そしてエルボー、素早い攻防です、距離を取った、そこから顔面、いろんな日本の選手が混ざってますね、尊敬する柴田勝弘、そしてここからいきなり大関か、風車式のバックブリーカーのような形、いや早いな、無酸素運動で動いてる、そして今度はドラゴンリーが、いやここはバンディードがカットに入りました、これ早送りじゃないですよ ね、生ですよね、これが通常1倍速、すごい、まあでも石森がね、マイソンスカガーデンの、ね、大会でねこの試合がね全部食ってしまうかもしれないよと言ってましたけど、確かに言うだけのことはある、どうする、ショルダーからここからですかね、バンディーカーからあの反転をさせる技を持ってます、で膝、うわー、膝だ、はい、えぐい攻撃、そしてラリアットをぶち抜いてきました、今度はバンディードが片指固め、いやこれやはり3人が3人お互いこう牽制し合ってます ね、 そうですね、カバーに行かせません、はい、いや3人ともスピードがすごいし、また見事にビルドアップされた体してますね、だからもうスピードも速いから場外からすぐ上がってきちゃうので、どう分断するかが一つの、今石森のキック当たりましたよね、はい、ただ金沢さん、はい、これ新日本としてはこれ石森が負けるということになりますと、団体としては本当に新日本の司法が一つ海外にこう流出するという形にもなりますよね、確かにそうですよね、ただこうドラゴンリーはこう新日本プロレスをホームみたいに思ってるわけですからね、その辺もまたちょっと違ってきますよね、まあ、団体でいうと石森が新日本、今ドラゴンリーが CMLL、バンディードが ROH という、まあ、所属にはなるんですが、はい、まあ、その3団体のトップレスラー3人がこのジュニアの司法をかけて戦うということになります、まあ、そしてねドラゴンリーはバンディードのことを非常に、ね、リスペクトしてますよね、ちょっと待ってください、これ行きますか、ね、行きますか、行くのか、いや、バンディード流れ式のまるで一回見た光景だ、これは石森ですかね、そうですね、ラッキーカーで、そしてラリアンデストロイヤー、次から次に大技が連発、これは3人が大の字だ、もう見てください、もうバカ湧きですね、これ観客が、何かいつか東京ドームで見た光景が一瞬見られましたね、いや柴田さん、まさにスーパーカードです、いやいやもうね、これは本当ねドリームファイトですね、これはね、一つ一つが本当に致命的な技ですけどね、はい、それを連続してできるっていうのレベルの高さ、本当にそうですね、はい、軽々と大技を出してきます、この3人、あのプロップの攻防はね、いつか見た、あのイブシコータ、プリンスデビッド、ローキーのね、攻防を思い出しますね、ただ金沢さん、このバンディード、そしてドラゴンリー、ともにまだ23歳です、そうなんですよ、若いんです、笠道路から行って、さあ、ここは、着地したドラゴンリー、そこを狙っていたのが石森、膝、横から入ってきますね、持ち上げて、高さがある、オッパー、不思議の勝った。はい、さあ今度はバンディードがカウントを取りに行く、ここは自ら返しました、ドラゴンリーとバンディードの対戦というのはルチャリブレで終わらないってことですよね、そうですよ、彼らは世界に通用する選手になりたい、あのこのバンディード本当に石森泰治が語っていたんですが、うん、どこの国に行っても通用する、そうなんですよ、はい、通用してますよね、そしてバンディードもドラゴンゲートのリング上がってるじゃないですか、はい、そしてドラゴンリーは新日本のリングに上がっている、やっぱりね日本を舞台に活躍して世界の選手になりたい、これ来ますよ、ドラゴンリー来た、やったー、一発、パタダセネルペチョ、これは分断できるんじゃないですか、そしてここでドラゴンリーが来るか来るか、デスヌカドーラ、デスヌカドーラ、デスヌカドーラ、いや返した返した、カウントどうだ、いや読んでた読んでた読んでた、いや皆さんもこれ先が読めません、はい、あでもここからサイファーウタケ狙ってる、サイファーウタケ膝を叩き込んでいきました、チャンピオンチャンスですね、石森泰治防衛なるか、危ない危ない、
今あのバンジードダウンしてましたからね、自力で返さなきゃいけなかった、はい、ただここでね時間をかけるとやっぱ回復してきますから、バンジード選手は今バンジードがそうですよね、回復の時間になっています、はい、ただなかなかその短時間で決めれる相手じゃないですから、全員タフですからね、はい、いやこれスピードだけじゃなくてみんながスケールが大きいですね、あやはりここバンディードが活かせません、スケールが大きな技ばっかりですよ、こうトップロープ青コーナーに据えたバンディード、なんだバンディード選手はコーナーからでかいの持ってますよ、狙いなのか、でかいの持ってますよ、何に行くんだ、しかもバンディード選手はあの日本でもおなじみのウリテモ・ゲレーロ選手の弟子ですからね、そうですね、はい、そうなんです、ウリテモ・ゲレーロ選手の弟子、あのウリテモ・ゲレーロから習ってるんですよね、はい、メキシコの重鎮ですよね、いやこれ危険な匂いがプンプンします、打ってこいとセカンドロープ、これ入ってくるんじゃないですか、あバンディードも来た、三つどもえ、また予測不能なエンジードラゴンリーに行きました、顔の方に入った、なんだただドラゴンリーがトップロープに乗って、いや全員がトップロープだ、ちょっと待てよ、どうする、危険 だ危険だ、見たこともないようなことが起きるかも、なんだ誰が決める、見たこともないようなことも、中心にドラゴンリ ーまとめていくか、ブルーのアウェイスラムじゃないですか、うわ2人まとめていった、見てください、このお客さん、これも2人を抱えられるこのパワーなんだ、うわサルトフォーダーウェイスラム、ダメージでいうと石森が一番大きかったですかね、石森選手が2人分の体重に乗っかってるから一番きついです、チャンピオンが大きなダメージをもらいました、バンディードはパワーもあるんですよね、めちゃくちゃこの選手はね、はい、あの持ち上げたりぶっこ抜いたりする力がすごいんですよ、最後投げるときに背筋力がものすごいんですよね、はい、きっと外れですよ、うわ、This is a Sam Cole ですよ、すごい歓声に包まれています、今これ石森が少しダメージ大きいですから、はい、バンディードはこれはチャンスだ、そうそう、めたいこのパワー落としたか、そしてカバーに入る、ただドラゴンリーがそれを見ています、今はパワーボーンのような形で、はい、落としましたよね、今度はドラゴンリーがデスカローラを決めるか、行かせない、バンディードバックエルボー、よー膝、第2位、そしてリバースフランケン、刺さった、いや膝を出した、そして膝だ膝、ドラゴンリーの膝の嵐、気合がすごいぞドラゴンリー、今日はものすごい攻防です、意地でも、今度から意地でも、今度こそデス抜かどうだ、決まった、完全に捉えた、石森がいない、決まった、決まった、ニューチャンピオン8分54秒ドラゴンリーが勝利です、待望のジュニアのベルトをつかみました、初体感、ものすごい凝縮してますね、もうギュッと詰まった、すごいレベルだ、劇場とアニメを超えてますよね、実際のファイトの方が、デス抜かどうだ、3度目にして、はい、完璧に決まりましたね、ドラゴンリー選手の勝利です、これで決めてやるんだっていう気持ちがすごかった、ドラゴンリーは今回が3度目の挑戦だったんですが、ようやく初体感、あのミラノさん、ドラゴンリーと言いますと、はい、今欠場中の高橋ヒロム、まあ、その欠場の試合となった相手がドラゴンリーだったわけですが、しかもアメリカでしたね、カルパレス、はい、でいろいろこう SNS とかでも、ね、メッセージを送ってましたよね、全王者としてね、ちょっとね残念ですよね、はい、ここはすごいという形にね、ただね黙ってると思いませんのでね、これからまた蘇ってくれると思います、はい、ここはノーサイド、石森選手はいない、23歳ですから、この先ね、はい、10年以上多分ライバルとしてね、はい、競っていくでしょうね、いやすごい選手